リンとリムバーについて紹介したいと思います。塗った塗料を剥がすための道具。見てます、これは。なんかちょっとずつですね、塗料がもわっと。タイヤさん、タミヤさん、クレオスさんって感じですね。止めるってどうやって止めるんだ。あ、そうだ。なんかいじめた後の形が全然違うのよ。すごい面白いですね、今ね。え、全然いいじゃん。ペイントだけをリムーブしてくれるペイントリムーバー。超優秀ですわ。え、すごっ。皆さん、こんにちは。プラマイドル講座、タミヤです。今日も始めました。マケチ TV。今日はですね、ペイントリムーバーについて紹介したいと思います。ペイントリムーバーっていうのは多分聞いたことがあると思うんですけど、例えば、この前たくさん塗って失敗してしまった、こういうね、ハロさん。要はやり直しがしたいけど、前の塗膜が邪魔だなっていう時に、その塗った塗料を剥がすための道具が、このペイントリムーバーです。って言ってる間にね、3個も並んでるんですけど、今家にあったものを3つですね、引っ張り出してみました。で、1つ目。ガイアノーツさんのペイントリムーバー塗料落としというのと、タミヤさんのペイントリムーバーと、でこれはちょっと瓶がちっちゃいんですけど、ミスターペイントリムーバークレオスさんですねの3種類お家にいたので、これをですね、いろんな方法で落とし方を比較したいと思います。その1、説明が書いてあるんですけど、まずはこれを綿棒とかティッシュとかで取り出して、それで拭き取ったらどれくらい取れるのか、まあこすってどうなるのかってやつですね。でその2はですね、こういったタッパーの中にパーツを分解して入れて沈めて、だいたい10分ぐらいで取れるよっていうふうに書いてあるので、10分ぐらい経ったらどうなるのかというのと、もう1個、それを例えばさ、作ってる時に放置しすぎて忘れちゃったみたいな、で沈めてたらこうなっちゃったみたいなのがあると思うんですけど、実際どれくらいでプラが犯されるのか犯されないのか、というのを、まあ大体1時間か2時間ぐらいの経過をですね、報告したいなと思います。つまりこのハローさんたちはもしかしたらもう生き残って帰れないかも、ゾンビハローとかになってるかもしれないですよ、溶けてね。ただどうなるかはちょっと実際にそんな長時間私も沈めたことがないのでわからないので、やってみたいと思います。でですね、まずはまあそれぞれのハロさん1、2、3、こんな感じでね、3つに分けていきたいと思います。まあどの子でも基本的に使っている塗料は一緒なので、でなぜこのハロさんたちを使おうかと思ったかというと、普通の落下系塗料よりきっと強いであろうウレタンっぽい素材かなっていうのを匂いで感じたんですよね。なのでちょっとでも強い塗料の方が剥がしにくいじゃないですか。アクリル系なんて普通のね、あのペイントリムーバーじゃなくても落ちるので、なのでこれで試してみます。じゃん。では最初にですね、ハロさんたちはこの辺が取りやすいので、これですね、これ2枚を綿棒とかでやっていきたいと思います。でーんでーんでーん、こんな感じですね。このゾーンが決まってね、これだけ間違いないようにやりたいと思います。最初に綿棒に染み込ませて、はい、やりたいと思います。で綿棒が、私いろんな綿棒をこういう混ぜたねボックスを作っていて、これあれですよね、あのバンダイさんにパーツ請求をした時についてくる箱をこれ5年くらい使ってるんですけどはい。で前も100均の綿棒だったりとか、これ尖ってるね、模型用に販売されてるやつだったりとかっていうのをいろいろ入ってるんですけど、まあこれのね、100均、同じ条件がいいのね。じゃあこの丸い子を3つ使っていきたいと思います。まずこちら、ガイアノーツさん。いきたいと思います。で、これを、これもね、ちゃんと説明書いてあるんですけどね、分割したパーツを入れて5分から10分ほどつける。で、その後歯ブラシ等でこすると。っていうのが標準なので、もしかしたらね、こうね、こう綿棒で染み込ませるだけだったら、微妙かもしれないですね。それはやってみないと。はい。もう、垂れそうなぐらいまでつけました。で、匂いもついでに。おぉ！あ、でもね、言うほどって感じ。普通の塗料よりは全然マイルドな匂いだと私は思います。では、この子たちですね。はい。これを、ちょっと剥がしていきたいと思います。
構綺麗に取れてますね。で、これ触ってみると、あ、でもプラスチックを犯した感じはあんまないですね。ツルツルした感じが、あー、手のやつがついてた。はい、でもこの子も別にあのつけなくても大丈夫そうだったので、こういった感じで綿棒で1分分だけ剥がすというのもできそうな感じですね。まあ、この子はちょっと一回このまま放置しますと。よし、で次こちらタミヤのペイントリムーバーですね。よし、これも、あ、こっちの方全然匂いないかも。ガイアノフさんの方が匂いは強めけど、あの系統としては同じような匂いですね。匂いテイスティングが入ります。結構ね、塗料の匂い好きな方多いと思うんですよ。あの負け塗ってるとね、やっぱそれ、あ、なんだろう、なんか変態みたいだなこの話。いやでも、うん、負けやってる人は結構ね、塗料の匂い好きな方も多いと思うので、ちょっとね、はい、ではこちら今度はタミヤさんをこすっていきます。レディーゴー。ピピー、まあ下のオレンジは出てきました。うん、こんな感じです。まあさっきのガイアさんの方がちょっと強いのかな、もしかしてね。実はこれ触ってみましょうかね。あ、別にね、あのこうやってこすってる分には表面がやられてるといった感じはなさそうですね。いい感じ、いい感じ。全然あの塗料だけ剥がれるかなという感触です。さて、お次はこちら。クリアさん、ミスターペイントリムーバーですね。いってみます。で、これは逆に、あの、どぼつけしていいよとかは書いてないんですよね。うん、染み込ませた布、筆、綿棒等で軽くこすってくださいと。あ、これが一番この使い方が正しそうなので、やってみましょう。いけましょう。いいですかね、いいですか。ピピー、結構かかりましたね、この子ね。これも触ってみたいと。あ、ほんま、全然マイルドなので、うん、そうですね、ツヤっとしてるのはもうわかると思うので。全然あのプラスチック自体は今のところ全部3つともですね、犯されておりないかなっていう感じです。ただなんとなく速さ的に考えると、ガイエノスさんのがちょっと早い感触がありました。で、まあ、タミヤさん、クレオスさんっていう感じの、まあ、取れ方だったかなっていう感じですね。それでは、ここからはドボ付けの方をしていきたいと思います。資料として残しておきたいので、他の子だけですね、つけてみようと思います。なので外パーツだけにちょっと外していきますね。基本的にこうやってあの沈めるときはそのパーツだけバラバラにした状態で入れていきましょう。なんでハロの中側のパーツは残して、はい、外だけですね。ちっちゃいパーツとかも入れていきますね。続きまして、これこうやってバラした状態にしてですね、パーツを用意しました。で、ここにですね、この子たちをドボンしたいと思います。入れちゃいます。なんでこっちはね、多分下向きの方が浸かると思うんで、ちょっと下向きにさせていただきまして、これね、量少ないからどうしよう、大丈夫かな。
全部ね、うわーって入れていきます。で、一気にいきましょう、一気にね。じゃん。では、まずこちら入れていきます。じゃーん。贅沢使いです。はい。もっとちっちゃいタッパーとかだったらよかったんだろうね。はい。お次は、こちら。タミヤさんを入れていきます。ちょっと全部、ハロでかくてつからないですけど。まあ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 。こんなもんかな。よし。で、もう一個。これ。これ全部なくなるんじゃないかな、ここ入れたら。ふふふ。どうぞ。まあ、なんか実験用なんで気にしません。でもこの子が少ないからね、他の子にちょっと不利ですね、今ね。すみません。はい、それではですね、タイマー5分、開始、ピッピー。ちょっとさすがにね、沈んでない子いるんで、沈めたいと思います、これ。はい。どうしようかな。なんか、なんで、ピンセットあまり手を使いたくないんですね、これね。なんで、ちょっと、ピンセットで。あ、なんか浮いてるもんすね。あ、浮いてるぞ。ちょっと、ピンセットにこれね、お箸を持っている方がいいんじゃないかな。お箸にしよう。全部浸った方がな、絶対いいと思うよ。浸らせてもらえると、おかしい。まあ、ちっちゃい子結構浸ってるのね。はい。まあ、この大きい子はしゃあないですけど、こんな形になると思います。はい。今、2分半経ちました。なんかちょっとずつですね、塗料がもわっと浮いております。どうなるんでしょうか。少し揺らしてみますね。感じでちょっと塗料が浮いてきています。ほら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 、こっちもそうじゃないか。ほら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 、浮いてきてますね。この子はちょっとまだあんまり、あ、でも全然浮いてきてますね。どうなるんでしょう。ここ揺らしてみます。あ、溶け方が違うね。きます。よしよし。で、歯ブラシを持ってきました。なんかもらったような、ホテルとかに付いてそうなやつなんですけど。よし。で、これを一個ずつ出してみます。顔じゃん。はい、こんな感じですね。今これをちょっと手で持つの忍びないので、こう持って、この上でちょっと擦って、あ、あーあー、まあめくれてくじゃないですの。え、そうですの。ほらほらほら、全然全然、キュキュッとキュキュッと、あ、きれいきれい、あ、きれいですわ。え、すごい、めっちゃきれいに落ちるやん。ほらほらほら、じゃん、完璧。でもね、触った感じもね、ほらツルツルなんで、こうね、光をこう放ってますよね。へえ、で、完璧。で、こっちは、あ、こっちの方がざっとめくれますね。なんか浮いてるっていうよりこっちの方が、あー、なんかめくれ方が違う、面白いけどね。結局はめくれてるんですよね、これね。よいしょ。よいしょ。あら？でもなんか、ちょっとなんか、残ってる？気がするぞ。こすりが足らん？いや、なんかちょっと残っちゃった。なんでだろう。時間5分じゃ微妙だったですかね。ほら、ほんのちょっとだけ、さっきの子と比べると、だけくらい残ってるなって感じですね。はい、そしてもう一個クレアスさんですね。なんかこれは残りそうな気がする。あ。
怒ってる。そっか、そっか、5分じゃ全然、5分じゃ全然ですね、この子はね。はい、今ですね、5分かけてやってみました。こんな感じになります。ガイアさん、タミヤさん、クレオスさんという感じですね。うん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 。まあ5分だとこのガイアさんの位置そうですけど、タミヤさん、クレオスさんのはもうちょっと欲しいかなっていう感じですね。だってちなみに大きいのもね、どうめくれてってるのかをこれ擦らずに取りたいと思います。拭き取るだけね。じゃあ擦らなくていいんだったら楽じゃんと思ってちょっと拭き取ります。よいしょよいしょよいしょ。まあね、あの全部が沈んでたわけじゃないのでこういうところ残っちゃうんですけど、あ、でもめっちゃ綺麗になってるじゃないですか。ほらほら、なんか墨入れしたみたいになってる。あ、綺麗ですね。ガイアさんすごいですね、これ。ほらほら、じゃーん。いい感じよ。ほら、いい感じ。じゃん。おー、いいですね。で、これ、今度、タミヤさん。そうだ、ペーパー変えようかしら。よいしょ。ここも結構綺麗に落ちてますよ。端っこがどうしても浮いてたんで仕方ないんですけど、よいしょ。あら、なんかさっきこすったやつよりも綺麗な気がするね。ほらほら、あららららほら、こすったやつより綺麗ですね。うん。でもう一個ですね、クレオスさんの服だけで撮ってみます。時間が足りないようですね、この子はね。はい、こんな感じでちょっとまだ一部ちょっと綺麗ですけどね、まあ全部落とすには5分で足りないかなっていう感じですね。はい、そうこうやってるうちにですね10分経ちました。よいしょ。止めるってどうやって止めるんだ。よし、またよしよし。で、こちらもですね、また引っ張り出しては見てみたいと思います。これで、あ、もうだいぶめくれてんじゃん、最初これ。オッケー、なんか違いますね、ちょー出てますね。じゃん、もうめくれて浮いてる。おー、ほー、うん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 、いいですね、いい感じですね。それでは、また同じ感じでですね、擦るパターンとただ拭き取るパターンとやっていきたいと思います。じゃあ、バイエさんのやつからいきますかね。こするんだった。はい、こすっていきます。まあどう見ても取れてますもんね。で、こすったらちょっと拭いてみます。うん、まあしっかり取れてますね。うん、取れております、バッチリです。で、今度はアーミンさん擦ってみます。あ、気持ちいい取り具合ね。気持ちいいね、この剥がれ方ね。これは絶対大丈夫ですね、これね。うんうん、めっちゃ綺麗に取れてますね。完璧完璧です。じゃん、そしてクレオスさん、こすってみましょう。でもなんか全然浮いてる感じしますね。さっきと違いますね。うん。なんで拭き取ってみます。あれ、でももうちょっと時間欲しいなっていう感じだわ、これは。ほら、じゃん。ちょっと曇ってる。で、さっきのと比べたら全然いいんですけどね。もうちょっとって感じよね。うんうんうん。はい。そしてもう一個これですね。このまんま拭き取ってみましょう。ガイアさん拭き取ります。ガリガリ。まあさっきでも綺麗だったんで、まあ間違いなく綺麗でしょ。これペーパーさえ綺麗にすればもっと綺麗に
できると思います。いい感じいい感じ、うん、こちらも大丈夫そうですよね。うん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 、いい感じよ。うん、そして今度はトミヨさん、ちょっと使ってたところだけなので端っこは取れてないですけど、綺麗に絵になってますね、使ってたね。やっぱ10分ぐらいあると神谷さんのすごい綺麗に取れますね。はい、いい感じいい感じよ。で、あとクレオスさんのですね、よいしょよし、こうすると、うん、まだもうちょっと時間が必要かなという感触ですね。はい、こんな感じでだいぶめくれてきました。もうちょっとしたらこの子いけるのかね。そうなんですよ、結構にじみ出てはいるんですけどね、みんなね、なんかにじみ出た後の形が全然違うのですごい面白いですね、今ね。はい、バリバリってめくれてるのと、こうもわっともわっとめくれてる感じが違うので、はーって感じです。で、ここから先はですね、ちょっとだけ残っているこのパーツたちをこのままですね、1時間ぐらい放置してみたいと思います。で、それで悪影響があるのかないのかっていうのは、かなりですね、皆さんがこう沈めちゃった時に、こう他の作業してて、こう放置したりとかっていうのができるのかできないのかっていうのの指標になるかなと思うので、ちょっとこのままですね、1時間放置してみます。はい、実はですね、1時間待ってみた時にあんまり変化がなさそうだったので、2時間待ってみました。はい、2時間つけっぱなしのこの子たち、さてさてどうなってるんでしょうか。シャキーン、はぁー、あ、全然プラスチックや。なんか全然やばい感じじゃないね、普通にさ、プラスチックじゃん。え、全然、え、全然プラスチックを犯しとりませんがな、全然綺麗やん。ほら、ツルツルやで、ほら、光沢よ。おおおおおお、取れる取れる、もうこう取れましたね、今のね。で、もうあとは、取って、あ、こっちも全然プラスチックがなんかめちゃめちゃになったりとかないですね。ほら、お綺麗じゃないですか。2時間経っても健在ですよ。あー、そしてそしてこちらは、あれ、これはもうやっと、ようやっと普通なんじゃないでしょうか。あ、綺麗になってる。あ、いいじゃん。え、全然いいじゃん。じゃん、ほらツルツル。え、全然全然いいよね、ツルツルだね。え、綺麗にできました。はい、え、でもみんな形もなんか変になってないし、え、全然大丈夫そう。え、このちっちゃい子たちも全然大丈夫そうなんだけど、もう作りますかね。お菓子で黒髪をすくうこの選手権とかやってる感じ。あ、違う、そうね、これも全然綺麗ね、モールドだってちゃんとあるしね。うん、全然綺麗じゃん、ホールドもちゃんとほら、はっきりしてるね、綺麗綺麗、いいじゃん、全然平気じゃん。でもほんと長時間つけるとこうね、こう手に溶けてしまって、あーあーってなるのかと思ってたんですよ。ちゃいましたね、ペイントだけをリムーブしてくれるペイントリムーバー、超優秀ですわ。え、すごすご、全然綺麗、全然綺麗。あ、もうツルツル、ツルツルマン。大丈夫だよ。あー、こっちもそうです。モールド全然大丈夫そうですね。よし。そして、こちらも拾い上げましょう。うん。あ、大丈夫だよ、これも。すごい綺麗に、まあ、綺麗に落ちてますね、ちゃんとね、こうやってね。全然、全然大丈夫ですね、これね。ほほ、はい、というわけでですね、今回3種類のペイントリムーバー、こちらガイアノーツさんのペイントリムーバーとタミヤさんのペイントリムーバー、そしてさらにクレオスさんのミスターペイントリムーバーということで、塗料だけを剥がす素材を使って
してみたらどうなるのかという結果をやってみたんですけど、ガイアロッシュさんは早い早い、そして起こさないっていうのがあったので、一番まあね、時短でできるかなと思います。で、コスパとか考えると、まあね、小引きになればなるほどもちろんお安くなるので、こういうの使ってもらってもいいかなと思います。ただどちらも長いことつけとく、まあ2時間くらいなんですけど、それ以降はちょっとわかんないです。2時間以内で引き上げてもらうには綺麗に取れるので、プラスチックも起こさないですし、すごくいいなと思いました。なので塗料を剥がしたいな、失敗しちゃったなって時は、ぜひぜひですね、こういうペイントリムーバーたちを使いながらですね、綺麗にお掃除してまた塗ってもらえたらいいかなと思います。で、ちなみにこれまだね、これがついてる状態なので、この後中性洗剤とかで洗って乾燥させてから塗装される方がいいかなとは思います。そちらもお忘れなく。まだよかったら皆さんもたくさん塗装を楽しんでみてください。